どうも皆さん、おはこんばんにちは。ガジェットはるな館長です。今回はですね、ついに来ましたか。しかもちょっとパワーアップして、えー、初登場ということになります。今回、皆さんにお知らせしたいのはですね、ASUS、えー、ASUS As、4コア CPU 搭載で 1.2kg の14型モバイル、ZenBook3Delux が出るというお話になります。実はですね、ZenBook3 っていうのはまあいろいろ種類があるんですけども、まあプロとかね、えー、あるんですけども、あでもそれ全部プロですね。全部薬デラックスっていうのが、まあ以前ね、実は発表されていました。えー、発表されて、実はグローバルではもうニコアとしてね、えー、スカイレイクじゃないな、なんだっけな、カービーレイクか。カービーレイクで売り出されてました。ということは、7000万台の CPU ですね。で売り出されてました。で、まだその時まではニコアだったんで、 えー、あれだったんですけどでしかも日本にもね投入されてなかったんですけども、えー、この度ですね、えー、どうやら23日に、えー、明日たあですねこれ今日22日なんで明日ですね、えー、1 2キロで14型の、えー、4コアモデルが売り出されるという来ましたねこれ待ってた方若干いるんじゃないでしょうか まあ12型とかね、小さいとか思われる方結構いらっしゃると思うんで、14型でね、1 2キロって結構ね、軽い部類だと思うんです。で、それでね、4コアっていうのはね、なかなかないんですよね。うん。で、かなりね、多分、あ、僕はね、全部薬を持ってるんですけど、かなりね、薄いと思うんです。はい。厚みがだってもう3ト、mm、ルしかない冷却機構とかね。えー、そういうこと言われたらやばいよね。で、えー、主な仕様って CPU に小アイセム 8550U、もう4個はですね、で、メモリー 16GB にえ、ストレージものですね、強烈で 1TB の PCI Express の、えー、SSD が刺さっているという状況です。液晶はフル HD なところはちょっと残念かなと思いますけど。とかですね、サンダーボルト 3×2 発とか、USB3.01 発、えー、IEEE80.11AC もちゃんと、もちろん対応しているということになります。駆動時間は約10時間。 だいたいそうですよね。7, 7割方から6割方って考えると、6時間から7時間弱ぐらい持つ、その間ぐらいじゃないですかね。持つとしたら。いや、なかなかあれですよね。強烈な期待だと思いますよ。これは。うん。いや、やっと出たかって感じですよね。アスースにも。でも、僕がもっと期待しているのは、全ブック3でもかなり満足してるんですけども、えー、この後の全ブック、 4, 4ですよね多分出すとしたら、えー、その4で、ま、普通のね全部薬ク3と、ま、同じ筐体サイズぐらいで,で軽さも1キロ切ってて、えー、4コアだったらめちゃめちゃ嬉しいですはいめちゃめちゃ嬉しいですまあ,あのちょっと悔しい気持ちもあるんですけどえそんなすぐ出ちゃうの八コアみ8コアじゃない4コアみたいなのもあるんですけど えーまあ、これからのね、モバイル業界は大いに進化していくとは思います。いやー、これ全部 X3 ね、でも価格めっちゃ高いんだよね、これ。まあ、あの、PCI Express の SSD とか、16GB とかっていうのをしたせいで、値段が跳ね上がってるんですけど、多分ね、これ、44の 8GB とか、あとは SSD も2ゴロとかにね、2ゴロで普通の、えー、 SATA3 とかに置き換えたらですね多分15万以下ぐらいに収まるもんだと思うんですけどね多分そこでね一番価格が跳ね上がってると思います CPU はですねそんなにあの元値、ね、がか変わらないはずなんで第7世代と変わらないはずなんで多分ねそこら辺で強烈にこう値段がつり上がってるんじゃないかなと思います えーっとですね、まあ外観としてはですね僕が全部薬を持ってる印象としてはもうめちゃめちゃかっこいいですはいもうめちゃめちゃ綺麗でめちゃめちゃかっこいいです何ていうんですかねこうシックシックな感じで金縁がちょっと下品だなと思う方もいらっしゃると思うんですけどもまあ、カラーリングはなんか出るんだよね他のも多,多分ねわかんないけどこうめちゃめちゃこう金縁が綺麗ででキーボードもねあのこう 金周りの金縁を意識してないのかこうキーボードもちょっと金ゴールド色みたいな感じでこうなってるんです。えー、で後ろからライトバックでねじゃバックライトで光りますしそこら辺もねいい感じなのでもし、えっと、仕事をしている方でですね、まあ、学生さんでも全然いいと思うんですけど、えーまあ、1.2ぐらいで、えー、すごく薄くて。 でデザインもおしゃれで、えーまあ、今後23年ぐらいは戦いそうなモバイルノートを探していらっしゃる方がいらっしゃったらですねこのぜひですねこう、まあ、パナソニックとかレッツノートとかもありますけどもぜひねこのエイススも加えていただきたいと思います僕個人的には、まあ、レッツノートもいいんですけどこう薄さは正義だと思っていて毎日ね持ち運ぶとね辛いんですよねだからやっぱり薄,薄い方しかも薄くて軽量な ものをおすすめします、まあ、その分、ポートが犠牲になったりしますけども、ぜひともですね、この ASUS の全ブックシリーズ、えー、チェックなされてみてはいかがでしょうか。ということでですね、今回は、ASUS が4コア CPU 搭載で 1.2kg の14型モバイル全ブック 3DX を出したというお話でした。皆さんも一緒にチェックしようぜ、マジで。本当にこれ無理やつだから。じゃね。